9mm 拳銃は1982年に自衛隊が正式採用した自動式拳銃。海外ではミネベア P9 とも呼ばれる自衛隊創設機からアメリカ軍から供与、対応されていた 11.4mm 拳銃の後継として1982年に採用された自動式拳銃である。スイスのシグ社及び当時参加だった。 ドイツのザウエルゾーン社が開発したシグサウアー P220 を新中央工業がライセンス生産し調達されている。生産はプレス加工を多用し、一丁あたりの価格は約10万円。陸上自衛隊向けの調達が再開された平成22年度予算では一丁あたり約20万円となっており、平成24年度予算では一丁あたり。 約22万円となっている1 1 4ト、mm、ル拳銃全市自衛隊は当初アメリカ軍から供与された M1911 を1 1 4ト、mm、ル拳銃として採用していた。しかし1 1 4ト、mm、ル拳銃は日本人には大きく不向きであり使用する。45ACP 弾の反動も大きすぎるとして防衛庁は第二次世界大戦前から 国産拳銃の開発を行ってきた新中央工業に新型拳銃の開発を依頼した。そして1958年に完成したのがニューナンブ M57A であった。しかしアメリカ軍が依然として M1911 を使用し続けていたこと、それに伴う弾薬の供要性の問題、及び政治的判断から戦後初の国産軍用拳銃の採用は見送られた。 新型拳銃の採用1980年代に入り、アメリカ軍は長く運用してきた M1911 に代わり、新たに新型拳銃を採用する計画を発表した。これを受け、陸上自衛隊でも新型拳銃を採用することが決定した。そのトライアルには新中央工業の M57A-1、西ドイツのシグサウアー P220。 ベルギーの FN ブローニングハイパワーなどが参加し、1979年から1980年までテストが行われた。その結果、P220 の採用が決定して1982年1月に部隊仕様の承認を受け、1982年から部隊配備を開始した。シグサウアー P229mm 拳銃と、 スライドのデザインが異なっている、スライドストップさせた 9mm、拳銃スライド部分に、NMB 新地をライセンスシグサウアーと、刻印されているマガジンは装填されていない、P220 の特徴については、シグサウアー P220 を参照。また、専門用語の解説については、銃の部品、拳銃の項目を参照のこと自衛隊が採用した P220 は、 前方が角張って、後部の滑り止めの溝が幅広となった、プレス性スライドの中期型である。他には、マガジンキャッチは、レバー式となっている。使用する弾薬は QX19mm パラベラム弾であり、軍用であるため、ハーグ陸戦条約に準拠したフルメタルジャケット弾となる。弾頭先端は、平たい形状になっている。普通弾以外にも、空砲や、 フランジブル弾が採用されているライセンス元である P220 がアメリカへの輸出を考慮して 45ACP 弾を使用可能なサイズで本体やマガジンが設計されているため合計9ト、mm、ルで弾薬が一列に装填されるシングルカラムマガジンを用いる拳銃としてはグリップの前後長が大きい 45ACP 弾より 全長の短い 9mm パラベラム用のマガジンは、後部に U 字型のインサートが溶接されている。命中精度は 50m の射程においても、委託射撃で90%、立射で70%以上の命中率を出した。スライドには、9mm 拳銃の文字、シリアルナンバー、各自衛隊ごとのマークが刻印されており、これは自衛隊武器マークとも呼ばれる。 陸上自衛隊向けの調達は終了し、海上、航空自衛隊向けの調達のみが継続されていたが、2010年度予算から陸上自衛隊向けの調達が再開された。自衛隊での 9mm 拳銃での射撃訓練は、指揮官クラスで年30発、飛行課などでは年12発程度とされる。また、傾向の際は薬室に装填状態で、ハンマーとファイアリングピンを接触させ、 引き金にストッパーを入れるなど安全対策がなされている。このハンマーを戻す際にデコッキングレバーを使わず、ハンマーを指で押さえたまま引き金を引いてゆっくり戻す方法を用いるとファイヤリングピンブロッキングシステムが外れるため、傾向時に外部からハンマーに衝撃を受けると暴発する恐れがあり危険である。デコッキングレバーを用いてハンマーを戻すのが正しい方法である。 関越式において9トル拳銃を携行する、部隊爆料銃を収納するホルスターは、革製のものが使用されていたが、イラク派遣からは、サファリランド社のサファリランド6004と、ブラックホーク社のオメガ4もしくは6の2種類のレッグホルスターの配備が開始されている。私物も多く使用されており、ブラックホーク社製のセルピなどが確認されている。また、 脱落防止や敵に奪われることを防ぐために、ブラックホーク社製ラインヤードを取り付けている姿も確認されている。予備弾入れはマガジンが2つ入るタイプを1個もしくは2個、団体化防弾直機2型に装着して携帯する。一般部隊用は迷彩が施されているが、警務隊は黒川仕様を使用している。ホルスターと同じく私物も多く使用されている。 陸上自衛隊において拳銃は3歳以上の幹部自衛官、戦車の社長、84mm 無反動砲の砲手、01式形態戦車誘導弾種、79式体、終定体戦車誘導弾及び87式体戦車誘導弾の操作主たる陸装、刑務官などが装備するが、2000年代に入ってからは、市街地戦闘訓練や海外派遣時に一般の隊員も、 拳銃を装備するようになった。中央速応連隊では大半の隊員が装備しているが、人数分配備されていないのが現状である。配備に合わせ射撃協議会や射撃検定に9ト、mm、ル拳銃の部が新設された。9ト、mm、ル拳銃以外にも H&K アスプ特殊拳銃、大口径拳銃などが採用されている。初雪型護衛艦。 白雪内の 12.7mm 重機関銃、M2 用武機庫中央に 9mm 拳銃が展示されている幹部自衛官、護衛官付き立ち入り検査隊、陸警隊警務、特別警備隊では、シグサウアー P226 を使用していることが公開訓練で確認されている。幹部自衛官、基地警備隊、基地防空隊、警務官などが装備する。二千十九年十二月六日。 防衛省から陸上自衛隊の後継拳銃がグロック17とブレタックスを含む3機種の中から選定され HKSFP9 としたことが発表されたウルトローマン自衛隊特務機関 BCST の特殊部隊長であるヤシロ・サンサが作戦が失敗し大勢の部下がビースト・ザ・ワンに殺される原因を作った水原・サラに対してその怒りから突きつける ガメラにレギオン襲来日本映画初登場。主人公の渡瀬二佐が小型レギオンとの戦闘時に使用し、断層一つ分の、K、軽球発を至近距離から撃ち込んで射殺する。空母イブ機海マイナス35との空中戦で、撃墜された東亜連邦のミグ35、パイロットが空母イブに搬送される途中で乗員の自衛官が、携帯していたものを奪い自決しようとするが、 とめに入った自衛官たちともみ合いになっているうちに暴発させてしまい、同じくとめに入った柿沼一位を死亡させてしまう。その後、パイロットから奪い返した自衛官が怒りのあまり重厚を向けるが、駆けつけた秋津にさに止められ、彼に取り上げられる。戦国自衛隊1549戦国時代にタイムスリップした第三特別実験中隊、ロメオ隊の装備として登場。 両部隊の指揮官やロメオ隊の医療範囲のほか、ロメオ隊側についた斎藤道蔵もロメオ隊から借りて使用する、戦国自衛隊、関ヶ原の戦い戦国時代へタイムスリップした自衛隊の装備として登場、主人公の一人であるイバニーをはじめ、偵察用オートバイ隊員や医療範囲が使用する、図書館戦争図書特殊部隊の装備として登場、主人公たちが傾向する、 亡国のイージス亡国工作員に協力して反乱を起こした架空のイージス護衛艦、磯風の個人装備として登場。磯風の幹部自衛艦たちが使用する。撮影には海上自衛隊の協力で実物の護衛艦や衣服が使用されているが、拳銃については武器のため発火式のプロップガンが使われている。僕らの勇気未満とし柴崎が、 t 幕原型に感染させようとするたけるに対して突きつけるミッドナイトイーグル日本アルプスに墜落した架空のステルス爆撃機 B-5 の墜落現場へと赴いた佐伯さ差が装備し本銃を構えながら機内の捜索を行う発砲シーンはなしアジンイルマ基地に侵入した佐藤が武器庫から本銃を持ち出し基地警備隊との交戦に使用するほか 佐藤の共犯者が殉職した隊員から露覚し、使用する、アルドノアゼロ、海座を、機動警察、バトレーバー初期 OVA 版、第5話にて、クーデターを起こした、自衛隊員たちが抵抗する。ジパングアニメ版に、第二次世界大戦時へ、タイムスリップした、架空のイージス護衛艦、未来の個人装備として登場。主人公の門松ニサが、アナンバス上陸時に抵抗する。なお、 漫画版では、ベレッタ92を傾向するが、実際の自衛隊は、ベレッタ92を採用しておらず、アニメ化に際して制作に協力した海上自衛隊からの指摘を受けて、現実に即した描写に変更されている。俗、戦国自衛隊漫画小説版に、戦国時代へタイムスリップした自衛隊の装備として登場。主に幹部クラスの隊員と補給、医療範囲員が使用する。 太陽の目視録政府分裂による日本分断以前の自衛隊の装備品で日本分断以降は北日本自衛隊の装備として登場。マリカ、セブン情報本部所属の自衛官が怪獣やテロリストとの戦闘で使用。柔らか戦車、第29話では技能テストで兄者が使用し、第36話ではパープル牧場に拉致された鬼塚総長が傾向する。 アウトブレイクカンパニー燃える侵略者小ヶ沼ビアサトが使用するゲート自衛隊彼の地にて各戦いに小説漫画アニメ版に異世界へ派遣された自衛隊の装備として登場イタリカ防衛戦で栗林2層が盗賊たちとの近接戦闘で使用するほか日本人を拉致していたことが発覚した帝国の第一王子に対して主人公のイタミニーが突きつけるほか その拉致被害者をめぐって、それまで友好的だった現地の重人との一対一の格闘に巻き込まれた柳田2位が格闘の際に使用。自衛隊、三国市三国時代へタイムスリップした自衛隊国際連合平和維持活動部隊の装備として登場。使用人物のイバイチーが高金属に対して使用するゼロの迎撃ベンチ CL550 で逃走する。 土台人の高チャンスを足止めするために、高城山層が使用し、左後輪を打ち抜く、日中尖閣戦争特殊作戦軍の2層が、中国兵に対してダブルタップで使用する、日本北朝鮮戦争自衛隊武装放棄中村兄が夜間警備中に焼肉店を捜索し、発見した北朝鮮工作員を射殺する際に使用、日本北朝鮮戦争竹島沖を空海戦。 陸上自衛隊鶴が原発防衛部隊と共に、食事をしていた船崎三位と市川一層が、襲ってきた北朝鮮工作員に対応するため、駐機していた CH-47 から持ち出し、使用する、ルーントルーパーズ自衛隊漂流戦機に世界へ飛ばされた自衛隊の装備として登場。幹部自衛官らが傾向する。目指せ。一気当選ぼっ地自衛官の異世界噴戦機。 異世界へ転生した主人公が傭兵の起こしたトラブルに対して威嚇射撃を行いトラブルを収める。セ霊院に一樹、守る、清田明子、長井よりと、三沢学明、カバネビと、闇人が、シルバースライドモデルを使用する、踊る、大捜査線サセザ、ゲーム潜水艦に潜入せよ。ありがとうございます。